今回は肉団子の甘酢あんかけの作り方を紹介します。表面はカリッとして中はふんわりジューシーな肉団子で、甘酸っぱいとろりあんで絡めた本格的な作り方を紹介します。それでは作っていきましょう。豚肉の塊 15g を細かく切ります。今回はバラ肉を使いましたが、肩ロースでもいいでしょう。赤身肉ではなく脂身のある肉を使いましょう。後でひき肉と合わせていきます。黒胡椒、塩、味の素、醤油を少量ずつ入れ、粘りが出るまで揉み込みます。材料を用意します。豚ひき肉 160g、 バラ肉 15g、 卵1個、豆腐 8g、 玉ねぎ 20g、 生姜 10g です。ひき肉に下味をつけます。塩、胡椒、味の素、醤油、酒を入れます。調味料を入れたら肉に粘りが出るまでよく混ぜます。混ぜ方が足りないと肉団子がパサついてしまいます。肉に粘りが出るのは肉の筋繊維がほぐれて柔らかくなっているからです。その粘りが団子状にまとめやすくしてくれます。粘りが出たら豆腐を入れ、味が薄くならないように醤油を足します。水分が多い豆腐を入れることで肉が柔らかくなります。肉と一体になるように混ぜていきます。ここで先ほど刻んだ肉を合わせます。刻んだ肉を入れることで弾力と歯ごたえがプラスされます。玉ねぎと生姜を入れます。はじめに野菜を入れると水分が出てしまうので後半に入れましょう。水溶き片栗粉を大さじ1くらい入れます。間に軽いつなぎとして入れます。水分量と肉のまとまりを良くします。卵を1個入れます。ここでしっかり肉に卵を含ませます。肉に卵は吸収され一体になるまで混ぜます。小麦粉を入れ、さっくりと合わせていきます。小麦粉を入れたら、混ぜすぎないように注意しましょう。何回かに分けて入れます。小麦粉をサクッと混ぜることで、揚げた時に膨らみます。逆に混ぜすぎると、しぼんだ肉団子になります。ごま油を入れ、香りをつけます。油を150度に温め、肉団子を揚げていきます。肉だねを左手に適量取り、手のひらの中で慣らしてから、親指と人差し指の間から直径3センチほどの大きさに絞り出します。絞り出した種を右の親指で下の方からすくい取るようにして、熱した揚げ油の中に静かに入れていきます。
このやり方が難しかったらスプーンですくって入れましょう。油に入れるときはできるだけ油の表面近くから入れましょう。肉団子を入れたら表面が固まるまで触らないようにしましょう。表面が固まり出してきたら少しずつ動かし転がすようにして丸くします。ジャーレンを使って転がし表面のデコボコを滑らかにします。色が均一になり、肉団子は浮いてきました。ここで一度油から取り出します。油の温度を上げ、二度揚げしていきます。もう一度肉団子を油に入れ、表面をさらにカリッとさせていきます。このぐらいの色になったら油から引き上げます。甘酢だれは前もって合わせておきます。タレをしっかり混ぜて鍋に入れ、焦げつかないように混ぜながら煮ます。一度しっかり沸かしたら、水溶き片栗粉でとろみをつけます。慣れていない方は火を止めてから水溶き片栗粉を入れましょう。とろみがついたら肉団子を入れ、手早く絡めて仕上げます。揚げてすぐに肉団子を餡に絡めることが美味しく作るコツです。揚げたての肉団子のふわっとした食感は、熱を加えることによって肉と肉の間に空気が入って隙間ができるからで、冷めると隙間がなくなり硬くなります。出来たてで食べると表面のサクッとした食感が楽しめます。冷めて時間が経つとしっとりとしてしまうので、あんは絡めず別にしてもいいでしょう。今回は肉団子の甘酢あんかけの作り方を紹介しました。肉団子は簡単そうで難しく奥の深い料理です。この動画の通りに作れば本格的な肉団子は作れます。ポイントは肉を粘りが出るまで混ぜること。低温からじっくり揚げて二度揚げすることです。大きく分けてこの2つのポイントだけでも押さえて作れば美味しくできます。このチャンネルでは、これから中華料理を始める方や、趣味で中華鍋を使って料理を作りたい方や、料理ができる様子を見るのが好きな方に向けて作っています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたら、コメント欄にお願いします。それではまた次回よろしくお願いします。